グローセンゼーバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのエアランゲンヘイシュタット軍に属す、町村で、ヘスドルフ行政共同体の一員である。この町は、公式には、グローセンゼーバッハ集落単独で構成される。ゼーバッハ集落は、1348年に、初めて文献上で研究されている。大聖堂の付属農場に属し、 1468年からは、バンベルク司教区領となったが、個別の辞書については、ニュルンベルクの貴族の霊園として、分割統治された。16世紀には再び司教座教会主催長、管轄地が優勢となり、ビューヒエンバッハ死裁長管区となった。30年戦争で、グローセン税バッハは破壊されてしまった。 1803年の帝国代表者会議主要決議でプロイセン王国領となったが一時的なフランス統治のあと1810年にバイエルン王国領となった。1811年にヘルツォンゲン地方裁判所、1847年にヘルツォンゲンアウラハ会計局の管轄下に置かれた。現在の自治体が成立したのは1818 18年のことである。 1980年に、それぞれ独立した自治体であるグローセンゼーバッハとヘスドルフによって、ヘスドルフ行政共同体が創設された。グローセンゼーバッハの議会は14議席で、これに市長が兼任で加わる。基部は、銀字に青い斜めの並体。その上部は、金字と赤字にに分割。向かって、左は、左向きのの赤い爪を持つ黒い獅子。 それに被せて銀の斜め隊。向かって右は銀の赤松。グローセンゼーバッハはアウトバーン A3 ビュルツブルグニュルンベルク線のエアランゲン西インターチェンジ近くに位置している。ありがとうございます。